カンセロ、サウジアラビアへまさかのヒアウィーゴー。チュアンカンセロ、アルヒラルへマンチェスターシティに2500万ユーロの移籍金で契約成立。カンセロはメディカルチェックの第一段階を終え、口頭での合意も済んでいる。今後数時間以内に書類に署名するのを待っている。2027年までの契約で、年俸は1500万ユーロ。カンセロもサウジか。カンセロまでアルヒラルだと。カンセロありがとうな。カンセロはもうサウジくらいしか受け皿がないから仕方ない。カンセロは扱いが難しいとはいえ欲しがるチーム多いだろうに別にサウジ行き自体は否定しないけどあと5年くらいは欧州で見たかった。カンセロ獲得ないの嬉しいけどバルサ以外では普通に見たかった。カンセロがこういうことになるとは3年前くらいは思いもしなかったよな。正直21-22のカンセロはマジでヤバかった。カンセロはペップシティの代名詞と言っても過言じゃないから結構割と悲しい。カンセロがサウジで格の違いを見せて今冬からいかに欧州にて戻りするかい。